去年10月以来激しい攻撃が続くガザ地区。パレスチナのもう一つの自治区、ヨルダン川西岸地区も命の危機にさらされる状況が続いています。パレスチナの街が、ね、沈んでるって感じました。考えました。先月、札幌の医師らが現地を訪問。彼らが見た戦地の日常とは。札幌の整形外科医、猫塚義雄さん。14年前からパレスチナでの医療支援を続けていて、去年10月にもガザ地区で活動する予定でした。ところがその直前、ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスがイスラエルへの大規模攻撃を開始。イスラエル軍は報復としてガザ地区への空爆を行い、今に至るまで激しい戦闘が続いています。本当に胸が切り裂かれる思いですよね。我々が人道支援再開したらすぐ行くつもりでいますので、その時までは元気でいてほしいと思いますよね。そもそもイスラエルとパレスチナをめぐる問題とは何なのかおさらいします。地中海の東側にあるパレスチナ、第二次世界大戦前はイギリスが統治していました。そこに様々な迫害を逃れたユダヤ人たちが先祖の土地に自分たちの国を建国しようと入ります。大戦後の1947年、パレスチナの地をユダヤ国家とアラブ国家の2つに分けることが国連で採択されます。翌年、ユダヤ国家のイスラエルが建国。その後、4度にわたる中東戦争や様々な争いを経て、現在パレスチナはガザ地区とヨルダン川西岸地区に分断されています。ガザの人と私たちは共にあるということをいつも肝に銘じて活動しております。猫塚さんらは去年10月以降、札幌で集会やデモ行進を開き、現地の状況を訴え続けてきました。イスラエルのこういった軍事行為に対する反対する運動をすることが今大事だということに、3日か4日間ぐらいの間でみんな切り替えて今に至ってます。戦闘の開始からおよそ9ヶ月、ガザ地区への渡航は見送りましたが、ヨルダン川西岸地区での支援活動を決断しました。ガザに行けないから行かないんじゃない、ダメだから行かないんじゃなくて、行けるところからやると。北海道からあなた方のことを忘れないで、我々がこれからも支援続けるということを現地に伝えていきたいなと思ってます。札幌から戦地へ。成田空港では札幌出身でパレスチナ問題を研究する大学院生西藤陸さんらも合流し、4人で現地へ向かいます。15時間かけて到着したイスラエルベングリオン空港。人質になっている人が顔を映しています。空港の通路に掲げられているのは、ハマスの人質となったイスラエルの市民たちの写真です。イスラエル側の発表によりますと、去年10月の戦闘開始以来200人以上が人質に取られたといいます。そしてパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区へ。ここが分離壁です。イスラエルとパレスチナを隔てる分離壁。壁の上にさらにフェンスが、1メーター半ぐらいのフェンスが、実際9メーター近くは、すごいなこれは。全長700キロ以上に及び、これが
イスラエルとパレスチナの分断を加速させていると言われています。現地の診療所に着くと、待合室にはあふれんばかりの人たちが。猫塚さんによりますと、パレスチナではまず救命医が必要とされ、整形外科医が足りていないといいます。猫塚さんは4日間でおよそ180人を診察しました。難民キャンプを歩くと、これまでとのある変化に気がつきました。なかなか子供が、難民キャンプの子供が家から出たがらない状況なんですね。で、弊社の難民キャンプで行っていろいろお話を聞くと、今まで不登校の子が 5% ぐらいはいたんですけど、今だと 20% が家から出てこない。そして目に飛び込んできたのは、生々しい攻撃の痕跡です。わかるかな、これカメラで。ここだけ、あの階だけくり抜かれたように破壊されています。When did it burn? Last month. Last month? Yes. Suddenly. Yes. 国連によりますと、去年の戦闘開始以来、ヨルダン川西岸地区でも500人以上が犠牲となっているといいます。そして緊迫した状況は観光客が集う場所でも。嘆きの壁です。今日は随分軍隊が多いと思います。あちこちに軍隊の集団がいます。ユダヤ教徒の聖地嘆きの壁の周辺には多くのイスラエルの治安部隊が。そして今旧市街に入ろうとしたら、ついさっきの速報で旧市街の中で入植者がパレスチナ人を撃ったっていうので、今あのヘロデモンから入るんですけど、めちゃくちゃイスラエル兵がいます。自動小銃を持つイスラエル人、すぐそばで腕を押さえ倒れるパレスチナ人、市民の間での対立も頻繁に起きている戦地の日常がそこにはありました。どうもありがとうございます。元気がないですね。元気がないっていうか、押し付けられてる感じ。ガザだけでなくて、ヨルダン川西岸自体がこうなってると。逮捕されたり、あの虐殺されたりしてる人がどん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 増えてるということをね、こちらの札幌の北海道の皆様にお知らせしたいです。帰国後の先月29日、猫塚さんらは札幌で報告会を開きました。パレスチナの街がね、沈んでるって感じました。考えました。家から出たがらなくなってる。学校にも行きたくないことも増えてる。それだけ抑圧されてるっていうか。パレスチナの子どもたちの現状とか知れて、まあ、ちょっと悲しい部分もあるんですけど、やっぱりそういうところを考えて、ちょっと自分も何かできることあったらなって思いましたね。心に響きましたし、これからも私も私のできる形で支援していきたいとは思っています。依然としてですね、街頭で声を上げますし、もしガザ地区に入ることができるようになれば、早速すぐガザに行きたいと思います。緊迫の映像とともに戦地の今をご覧いただきました。川野さんは何を感じましたか？ことが起こってすぐって、こう情報もすごいいっぱい入ってくるし、みんなのこの中にすごく、なんとかしたい、何かしなきゃっていうのがあると思うんですけど、はい、でこれはもうウクライナの方もそうですけど、時間が経つにつれてどんどんそれに対して、まあ、人はちょっと鈍くなっていきますよね。で、まあ、日常がそれぞれあって、その中でなかなか考えない時間が増えていくんですけど、こうやって今改めて見ると、あ、そうではダメだなという自分自身にも思いました。情報を拾いに行かなきゃダメだし、何かできることを考えなきゃなというふうに思いました。はい、
猫塚さんですが、早ければ今年10月にも再びパレスチナに入って支援活動をしたいということです。